こんばんは、埼玉西武ラインズ高橋コーナーです。高橋コーナーのこうなるしかない始まりました。よろしくお願いします。もう最近は本当にめちゃくちゃ暑くて、本当に危険な暑さが続いてますね。で、僕自身カーミニックで過ごす夏は久々なので、本当にめちゃくちゃ暑くて、カーミニックは、まあ屋根がないっていうのはあるんですけど、なんでね、本当に倒れないように水分補給とかいろいろ対策はしてるんですけど、なかなかその上を超えてくる暑さなので、なんかね、リスナーの皆さんがいいね、暑さ対策グッズとかあったらね、教えてもらいたいですね。そこはお互いやっぱ共有していきましょう。本当に暑いので、はい、っていうふうに思ってますね。で、最近僕がなんとですね、キャンプデビューをしまして、はい、もう立派なキャンパーになりました。ありがとうございます。山梨の方にね、行ってきたんですけど、まあ、初めてですね。まあ、って言っても田舎育ちなので、そういう家でね、バーベキューしたりとか焚き火したりしたことはあったんですけど、でも初めてですね、自分でテント張ってご飯作ってキャンプ飯作ってで焚き火してっていうね、本当のキャンパーですね、やってることは。はい、なのでリスナーの皆さん、僕を磨いた時に、あ、キャンパーの高橋さんとか、あ、キャンパーの高橋だってね、言ってもらえたら嬉しいです。はい、ぜひキャンプとかね、そういう好きなリスナーの皆さんもいたら、いろいろおすすめグッズをね、教えてもらいたいです。ということで、今日もリスナーの皆さんからの質問に答えさせていただきます。国分寺市ラジオネームブルーアローさん、コーナさん、こんばんは。番組を毎週楽しみにしています。ありがとうございます。早速ですがお願いです。ぜひコーナさんの高校球児時代の武勇伝を教えてください。できれば野球と野球以外のネタ両方お願いします。なるほど、武勇伝。なんだろう、なんかこれといった武勇伝はないですけど、なんだろうな、あ、野球ありますわ、あります。僕高校でホームランを5本打ってるんですよ。高校通算5本ってやつですね。で、そのうちの1本が今千葉ロッテにいる小島選手、小島からホームラン打ってるんですよ。で、これ本当にすごいって言うのもあれなんですけど、ゆうたろうも裏学じゃないですか。で、ゆうたろうにね、その話をしたら、いやいや、それはもう裏学ですごい有名な話ですよね、みたいなね、感じ言っててね、小島投手から打ったプラスすごい特大ホームランだったんですよね。うわ、このネット越すかっていうね、多分裏学の人にね、その話したら多分全員知ってると思うんですけど、まあ、これはね、僕の高校野球時代の武勇伝ですね。はい、あとちなみに5本中のもう1本はサンマリン、宮崎のサンマリン球場でね、逆ライトスタンドに入れてます。あ、これも結構武勇伝ですかね。まあけど当たれば飛ぶっていうのはやっぱありますけどね。まあ言うて5本しか打ってないので、まあそんな強打者ではないんですけど、まあ当たれば怖いよっていうね、まあ、そんな話でしたね。で、そうっすね、野球以外のネタ、野球以外っすよね。いやー、なんだろうな、やっぱ高校野球、まあ僕優勝、甲子園で優勝したんですけど、その後の
ーバーと言いますかね、はとんでもなかったですね。とんでもなく、もうなんか有名人じゃないかなっていうぐらいなね、歓声をいただいたりね、いろんな場所を友達とねご飯行った時とかも声かけてもらうこととかね、増えたりだとか、あとありがたく高校時代からサインをくださいとか言ってね、サインを書いたりしてたぐらいですかね。でちなみにそのサインなんてないじゃないですか、今みたいなこうシャシャって言ってちょっと格好よく書くサインじゃなく、高橋コーナーっていうのを漢字でね色紙に書くっていうね、まあ、みんなそうなのかな高校生の時は。だけどそれもそれでまた今思えばすごい新鮮でしたし、まあちょっと武勇伝にはなってないけど、まあでもけどやっぱりその本当甲子園の後の歓声は本当忘れられないですね。もうハリウッドスターになったんじゃないかなぐらいなね、本当歓声がありましたね。特に甲子園優勝して新幹線で帰ってきて、最寄りの高崎駅っていうところあるんですけど、高崎駅で降りた後もとんでもない人がね来ていただいてね、で SP なんてねついちゃってね、まあ、警備員ですね、警備員さんについてもらってね歩いたっていうのはね、まあ、すごい貴重な経験でしたしね、すごくありがたい気持ちと気持ちというかね、そういう感覚になったのはね今でもね鮮明に覚えていますね。はい、でということでそろそろお別れのお時間です。引き続き、あなたからのメッセージを待っています。高橋コーナーのこうなるしかない、お相手は埼玉西武ライオンズ高橋コーナーでした。また来週。